クラカケヒインコは、オウムメインコ科に分類される鳥類。インドネシア固有種全長30センチメートル。オハは、やや長い。全身は、赤い羽毛で覆われる。背中は、黒い羽毛で覆われる。オハは黒い。目先から頸部にかけて紫がかった青い斑紋が、入る。ウフクワは黒い。風切りは基部は赤く。先端は黒い。交彩は赤い。 口しの色彩は赤い。標高460メートル以下にある、熱帯雨林やその周辺、虹林などに生息する。単独もしくはペアで生活するが、再食時には小規模な群れを形成することもある。また大規模な群れを形成し、飛翔している様子が観察された例もある。中高生。時間や季節などの変化により沿岸部と内陸部を放浪し、 例として、昼間は沿岸部で採食を行い夜間は内陸部で休む。食生は植物食で液化を食べる。樹上で採食を行う。繁殖形態は卵生。軌道に巣を作ると考えられており、飼育下では1回に2個の卵を産んだ例がある。放卵期間は約26日。開発による生息地の破壊、ペット用の卵殻などにより、 生息数は激減している。EU では1989年に本種の輸入が禁止されている。1997年における生息数は約5000羽と推定されている。ありがとうございます。